どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回なんですけど、パルやっていきたいと思います。おお、始まった。何すればいいのこれ。キャラ、うわ、なんかちょっと体が微妙だな。顔とサイズ感がちょっと合ってない気がする。やったわマジでってなんかいるんだけど、たまごっこ鶏が親で卵が子だとしたら、この名前がつくんだ君に。絶対逆だろそれ、たまごっこって。まあいいわ、ちょっととりあえず進んでみるか。なにこれ、ファストトラベル。あー、ワープみたいなのができるようになるのかもね、将来ね。おー、かわいい、なんかいる。ツッパニャン、かわいい。そうです、このゲーム今めちゃめちゃ話題のポケモンとかゼルダとかめちゃめちゃ流行っているゲームのいいところをミックスしたような、めちゃくちゃ面白いとね、ちょっと噂なんですけど、まあ、このポケモン&ゼルダでいろんなものをその他が混ざってる世界、一体何が待ち受けているのか初見プレイでやっていきたいと思います。何？なんか座ってるんだけど、ちょっと話しかけよう。こんにちはいや物騒だな物騒だな、めちゃめちゃ全然可愛くない。遭難者か、パールの匂いがしない人は久しぶりだ。この島は地獄だ。私と来た者たちはもうすでにこの世にはいない。猛動なパルに一人残らず命を奪われた。お前も油断するな。最低限の物資なら分けてあげられるが、生き延びるにはお前が力をつける必要がある。そのブソナもしまって、全然ポケモンじゃないから、全然ポケモンじゃない。そんな可愛くないものポケモンの世界持たんからね。もう疲れた。最初はみんなの墓を作っていたが、数が100を超えた時全てを諦めたんだ。ここでは無知が即座に死につながる。パルを手なずけられれば望みがあるけど、そこでできた仲間は、それができた仲間は一人もいなかった。おい、それは古代端末を所持しているのか。それがあればパルスフィアが作れるはずだ。パルスフィアがあればパルを捕獲することができる。いちいち話切んないでよ、最後まで言ってくれ。座るな。そしてお前にはパルテーマーの資質がありそうだ。パルスフィアをクラフトし、パルを捕獲にして戦力にしろ。パルテーマーはパルを捕まえるほどレベルが上がる。力をつけるまであの塔には近づかない方がいい。あそこには凶悪なレイン密漁団が支配している。行けば間違いなく殺される。私の仲間がそうだったように。パルが怖いのか密漁団が怖いのか、はっきりしてくれ。どっちなんだ怖いのか、密漁団がパルを使ってるパターンか、それかで何をすればいいんだ。メニューを開いて原始的な作業台を選んで作れって。あ、これか。これをえい作る、長押しこんな飯時にするかっていうやつの目の前でカンカンやってんのバカうぜえ、めちゃめちゃ鬱陶しいやんこんなん。なんかをできるんだ。メニューからテクノロジー画面を開いてパルスフィアをアンロックしよう。あ、これでレベルが上がると、あれだね、これ知識だね。これはレベルが上がると知識が増えていけるよっていう、こうやってね、本来作れないものをこうやってどんどんレシピを覚えて作れるようになっていくんだ。え、何も考えないで全部やっちゃったまずいかな。パルスフィアをクラフトしよう。パルスフィアできない。パルジウムのかけらっていうのが必要なんだって。石と木材か、まあ、こういうのは石と木材をまず集めたいから、石の斧と石のつるはしを作ります。石の斧と石のつるはしを作るために石が必要だから、最初はこれでしょ。こぶちょ、怖いて怖いて。この世界にはパルという獰猛な生物がいる。パルより俺の方が怖い。パンチで石取ってんだよ。お前逃げ出しちゃってるもんだって。怖すぎるでしょよくわかんないやつが来たなみたいな、ちょっとこう脇腹つつくぐらいな感じで近くに来たパルが逃げ出しちゃうんでしょ。ああやって怖いもん、怖いもん、この主人公俺ですら怖いもん。で、インベントリーのこれかな、ステータス強化で多分レベルアップしたものを割り振れるかな。そうだね、スタミナとか上げとくか。スタミナの数殴れるかな。まあ絶対に最終的に上げるところ上げてこう。かまってやるか、タマコッコ。よう、タマコッコ元気か、何してんだよ。ほら、え、これどうやって触るの。なんかさ、撫でたりできないの、かわいい。見てほら、卵産んでくれんだけど、どうやって殴れんのこれ。あ、殴っちゃった、まずい、もう止められねえ、止められねえんだわ。一度殴っちまったよ、止められねえんだわ。一度殴っちまったら、一度拳を出したらもう止められねえんだよ、卵っ子。ほら、左、右、右、左、絶対俺の方が怖い。で、パルスフィア、作りますか。一個これね、いちいちとか言わない俺、いちいち長押ししないといけないんだこれ作んので。石の斧作りますね。当然石の斧がないと木材を
まあ、多分この子のことだから、あの、素手でも取れんのよ。でも、あった方が楽だよねっていう。石のつるはし、結構必要だな。また石使うのかよ。でも俺には今、このパルを捕まえることができる。え、こいつとも死んでる？あ、待って、もったいない、もったいない、なくなっちゃった、最悪や。あれって死んでるんだね。なんかあの、ワンちゃん気絶とかなのかなって思ってたんよ。死んでるんだ、あれパルって。状態、区分的に言うとあれ。で、ほら待って、ちょ、動いてんのよ。ほら、ワンちゃん気絶してて、気絶してるやつって捕まえれるのかなとか思ったけど、死んでる、みんな。あいつ、ああ見えて、死んでるぜ。見て、斧でも、石取れるんだけど。強靭でしょ。斧で石ぶん殴ってる姿、バーサーカーやん。え、何あのキラキラしてんの。え、絶対レアだよこれ。何これ、メガスフィア。なんだメガスフィアって。もしかして、はあ、ボールの種類だ。あの、ちょっと待って、これな、投げるしかない。もしかして、あの、か、え、スーパーボール的なね、いいボールなんだ多分。え、使いたくない、使いたくない、もったいない、もったいない。はい、じゃあ石の斧も作ります。えい、これさ、結構早くやんないと。この手のゲームって、俺サバイバルマスターだから分かんだけど、この手のゲームって夜が来るんよ。夜が来たら寒いって言って主人公の体力がなくなってくの。だから第1夜目の夜が来る前に、家とベッドと、あとは、トイレ作んないとね。あんの、トイレって。何に使うんだよ。ファンタジーの世界でトイレ行かないといけないの、やだな。イエーイ、結構集まって、結構集まった。ボー、いいじゃん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 。で、何をすんのこれ今。パルを捕まえねえといけねえんだ。見て、あいつ捕まえたい俺。ツッパニャン、あれ可愛いよな。ツッパニャン、でもツッパニャンなんか逃げるんだよな。さっきの感じ、ほら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 。え、ツッパニャン逃げるんだけど、63。ほら、ツッパニャン捕まえ、おとなしく。俺はツッパニャンが欲しい。頼む頼む、ツッパニャン、ツッパニャン、お願いお願いお願い。うえーい、ツッパニャン。一見堂々としてるが、実は臆病で弱い。ツッパニャンに舐められるのは、ある意味では最大の屈辱である。待って、めっちゃ弱そう。ツッパニャンめっちゃ弱そうなんだけど。慣れって怖いな。もう流れるように俺、横のこの鶏ぶん殴ってしもうた今。え、ツッパニャン出したいんだけど。え、いいで出せるって。ツッパニャン、かわいい。手持ちにいる間、ツッパニャンが荷物を肩代わりして、プレイヤーの所持重量が増える。ツッパニャン優しい。ツッパニャンナイス。え、戦ってくれる感じじゃないってこと。ツッパニャンかわいい、かわいい。ツッパニャン、ちょ、迷子並んで。ツッパニャン、俺あいつのこと進化させるんだ。パルジウムのかけら、ここからはパルジウムのかけら、これでモンスターボールゲットできる。モンスターボールって言っちゃうもん。もう言っちゃう。宝箱ない、あそこに宝箱。あ、冷た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 。何これ、銅の鍵が必要。持ってないんだけど。これはなんだ。え、うん、ほう、漂流者の日記デイ2。ワンは放浪者の手記デイ2。歩いて探索していると、不思議な青い光を放つスフィアを見つけた。何の気はなく軽く投げ捨てたところ、偶然近くにいた生物が謎の光となり、そのスフィアに吸収されたように見えた。まさかと思い、そのスフィアを拾い上げると、その生物から再度光が生成されて、私を笑顔で見つめていた。私が雨風をしのぐための小屋を建てていると、なんとその生物が作業を手伝ってくれているではないか。これはありがたい。この生物を親しみを込めて、パルと名付けることにした。合わせてこの島はパルパゴス島と呼ぶことにしよう。もう可愛くなくなっちゃったよ全然。パルまで可愛かったのに。ゴスどっから来たんそれ。お、なにこれ。あー、金属、金属ってまだなんか使わない気がする。ま、あ、やばいやばいやばい、持ちすぎた持ちすぎた持ちすぎたで動けないから。いや、また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 言うてーしょ。待って、歩けないんだけど。待って、歩けない、やばいやばいやばい、めちゃ大げさなんだから、本当に。大げさなんだから、もうこれ。どうやって動いてんだよ、お前、それ。すっご。仕方ないな。インベントリでステータス強化で。はい。所持重量上げます。上げちゃった。おー、オッケーオッケーオッケー。走れる、また。スッパニャンいっぱいいたら重量上げなくてもいいってことか。スッパニャン、なんか生きりんこみたいなやついるんだけど。何あれ、生きりんこみたいなやついるよ。いや、全然生きりんこじゃねえ。なんだあれ、花生えてる。あいつ捕まえたらさ、なんか何の得があるんだろう。おもろいね。ちょ、上まで行くのだるいから、ここ拠点にするわ。何するんだっけ。パルボックスを開けた地点に建設しよう、だって。パルボックスを開けたとこって建設します。行きます、せーの、えい。待って、スッパニャンが作ってくれてんだけど。2人でやったらめっちゃ早いとか、やば。スッパニャンやる。モコロンを5体捕まえろと。
え、パルを30体捕まえろって拠点レベルを7までしろ。おい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 、一気にやること増えたな。いや、ちょ、まずさ、家作んないと始まらんねん、さすがに。家作るか、ここは。ちょっと待って、あまりにも考えなしに、あまりにも考えなしにしたか、これ俺。いける？待って待って、スッパニャンは？あ、待って、寒い寒い寒い、どうするどうする。炎炎、キャンプファイヤーをここに作ります。えい、建造建築、スッパニャンがいれば一緒に作ってくれたのに。 HP めっちゃ減ってるって、今寒くて。建築物、木の階段とか、これってさ、あー結構でかいね。違う、今じゃない。泣いた泣いた、スッパニャン。寝るのんかい。ベッドがないとパルは不機嫌になります。だって待って、でも可愛いから許しちゃう。これ寝てるツッパにはなんか担いだりできないの？一緒寝ようよ。なんでそんな離れたとこにいるの？ A 型見たら泣いちゃう。これ A 型見たら泣いちゃうよ、これ。部屋に横にね、めちゃめちゃ家具配置しづらくなるからね、こんな置き方したら。パルスフィア作れるだけ作ろう。5個しか作れない。寒っ、寒いな。ここツッパにゃん手伝ってくれてもいいんだけどね。夜は寝るんだ、パルは。寝て育つ生き物だ。ちょっと待ってほしい。ちょっと待ってほしいんだけど、これさ、夜に出歩けないなんてそんなことはないだろ。多分布と服を作って、あ、石の槍とかもいいな。あ、ベッドとかもあるじゃん、これ絶対いるね。でだよ、パルは夜寝る。スッパニャンのベッド作れるって、これで。スッパニャンびっくりしちゃうよ、寝てる間にこんな拠点でかくなってたら。なかなかのサイズだよ今。オッケー、よし。であとは朝が来るまでここで耐え忍ぶか。スッパニャン来た、スッパニャン来た、野生のスッパニャン来た。スッパニャン2匹もいるか。あ、お前逃がすかよスッパニャン。待て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 、ほらちょっと待って。へっへっへ、ちょ、タイム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 、はい、1、2発、3発。あー死んじゃったスッパニャン。スッパニャン、じゃあ、あんな可愛いやつ殴ってんだ、ちょ、心が痛むんだけど。おい、瞬間移動すんなよ、もう。仲間を殺された恨みでバチクソ瞬間移動しとるやん。なんその動き。パルスフィアをちょっと変えて、はい、ジャンピングコンボ。仲間だった最悪俺そろそろこれ壊れると思うんだけど。俺一日中殴ってるよこれ、この夜。朝になっちゃうぐらい殴ってるもん。誰誰なんか動けなくなってる。なんでこれ。放浪商人、何か、あ、設計図とか売ってくれるんだ。なるほどね。で、お前 HP が出てるってことはさ、いや、まあ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 、まだ早い、まだ早い、まだ早いな。ちょっと、もう一瞬アイテム売ってくれないとかなりかねないから、ちょっとまだ早い。やめよう、やめよう、やめよう。ツッパニャン、ツッパニャン、作業だよ。時間で、おー、かわいい、かわいい、かわいい。走っていってる。作ってくれてる。ツッパニャンに任して、アイテムも結構取れるかな。今日は、いろいろ、この辺りを探索する回です。いきます。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっと、おめっちゃ転がるやん、めっちゃ転がるやん。待ってよ、何この音、なんか音鳴ってる。宝箱から音鳴ってない？奥にあるこれ、え、あ、違う、音鳴ってんのこいつだ。え、レアツッパニャン、絶対捕まえよう。おい、待て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 、速いって足おい、でかこのツッパニャン。え、待って、強靭なツッパニャンなんだけど、ただのツッパニャンじゃねえってことこれ。え、おもろ、こんな主みたいなやついるんだ。何その技、何その技、何その技。やばい、待って、スッパニャン貝みたいなやつ来た。もういけるだろ、ほら。え、今ボール投げなかった俺、今気のせい。じゃあもうちょい削るか。いけるいけるいける、ほら。どうやって投げんのこれ。ふう、これ捕まえたろさすがに。おお、希少なパル、特別なスキルを保持してるような。そんな要素あるんだ。出してみるか、このツッパニャン。ほら、でかいでかいでかツッパニャン。どんなスキル持ってんの君。いや、もう全然隠れるじゃん。なんか仲良くなろうよ、仲良く。全然ねえ、ちょ、お前帰れ帰れ、お前はもう収納じゃん、お前なんて。これ倒そう、3発で死んじゃう。12、やめる、ストップストップからのボール。これは確実に入ったろ、これは入らざるを得ない。98だよ、99100きた。もうね、クロートは見ない。ボールのパーセンテージをクロートは確認しない。はっ、何こいつ、アロマ、アロア流なんか見たことあるんだよな。なんかわいい、でもめっちゃかわいい、こいつ捕まえたいな
何これ、なんかすごいの発見しちゃったんだけど、誰ここに捨てたの。じゃあ罠やん罠やん、これ拾ったらめっちゃ足重くなったって。もう少しもう少しで着くんだ、もう少しで。よしきた、これ何個作れる。23個も作れるじゃん。これちょっと自分でやってたら結構気の遠くなる作業だけど、パルにやってもらうといいね。これ一緒に作業したらどんぐらい早い。これなんか仲良しになったりしない、これでなったりしないかな、しないか、しないね。作業速度 15% 速いって、移動速度も速い。ドラゴンブレス、なんか入ってきたな、そういえばこいつ俺に。ツッパニャン、ツッパニャンありがとうね、今まで。もうちょっといいツッパニャンにちょっと変えてみる。おお、でかいでかいでかい、めっちゃでかい。足速、足速、やば。作業速度が 15% このツッパニャンは速いと。おお、2人でやったらめっちゃ速い、やば。いや、ツッパニャンでもちょっとでかいとなんか可愛さが失われるな。服欲しい、ツッパニャン、俺の服って作るの手伝って。やば、待って待って待って、結構大変だぞこれ作るの。2人でやってこんな時間かかるのやばくない。おお、いいじゃんいいじゃん、なんかぽくなってきたよだいぶ。あ、俺意外にタマココ捕まえたことなかったかも。タマココも捕まえよう。結構遠くまで来ちゃったな。レベル4やん、高っ。おら、流れるようにね。1、2、3、おら。どう、いけるいける、どっちもいける。はい、あ、こんなもんよ。来た、初めて捕獲した。あまりに弱く、あまりにうまい、モコロンと並ぶ最弱パルの一角。どれだけ買ってもどこからか湧き出てる。食べ放題ってこと？なんか戦闘用パルみたいなやつ欲しいんだけど、戦いめっちゃ強いみたいな。でもそのためにはまず俺が戦闘強くなんないといけないっていう話だね。つまり、はい、精進します。なんか新しいのいる、キツネビってやつ。炎属性ってこと？なんかできる役割違そうだね。なんか捕まえるか。こんにちは。先手必勝じゃ。おい、この弱肉強食の世界、先手ケツからしかも背中からぶん殴る。いけるだろいけるだろこれ。どう、え、そんなギリギリで、そんなギリギリで大丈夫。これ出られてもケツからボール投げる準備しとく。いや、こっち向くんかい。ねえ、 68% って結構高くないか。おおおおい、生まれて間もないうちは火の扱いが下手で、事あるごとに火を吐いてしまい、むせる。キツネビのくしゃみは森林火災の原因となる。全部俺が捕まえる。こいつらをね、生かしとくと、俺のあの木の資源がおそらくなくなる。ね、なんかいる、この主モンスターみたいな。グランモスだって。絶対倒せない。また新しいのいたよ。苗持ち。苗てんのか、お前。レベル5じゃん。高いな、結構。3、4、5、6、はい。1個無駄にした。最悪。どう、いける ?71 はいったんじゃない。あ、あ、お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 え。え、メルパカだって。え、絶対強いじゃん。何こいつ、やばいかな、さすがに。あ、逃げてる。あ、逃げてるよ。なんでメルパカ待って。いや、俺、アロアリュウマジで捕まえたい。かわいい、めっちゃ。ベイリーフやん。めちゃくちゃかわいいんだけど、この人。もうモコロンでもいい。もう何でもいい。あ、モコロン、あと1体で。10体ボーナスゲットできる。これで、モコロン全部。ツッパには殴りたい。よし、コンプリートボーナス経験値めっちゃ入った。レベル8じゃん。結構増えたな、なんかレベルが。まあでも夜だもんな。一回帰るか、今日はこの辺にして。え、なんかツッパニャがなんかやってんだけど、俺の拠点の。ツッパニャ、ツッパニャ暴れないで。ツッパニャ壊さないで、拠点。何してるの一体。なるほどね、ここにアイテムがめっちゃ転がってたの、ツッパニャがやってくれてたんだこれ。え、かわよ。いや、かわよ、何それ。なんでさっきあんな転がってんのかなって疑問だったんだよな。ツッパニャンが突っ張ってくれたってことね。パルボックスのレベル上げが可能 V。 ほんとだ、なんか上げれる。へえー、あ、ちょっと待って、出ないで出ないで、呼んでない呼んでない。とりあえず今捕まえてきたこの子たちを、預けます。これさ、一匹一匹、あ、なんかやっぱ違うんだ、スキルが。ほら、いろんなスキルがある。おもろ。伐採リーダー、伐採リーダーはプレイヤーの伐採効率時間が 25% 上がる。ちょっと待って、これ名前つけたいんだけど、名前つけれないの、一匹一匹に。いける？はあ、いける、いけるじゃん、おもろすぎる。モリア、いいね、一人めっちゃ名前いかついね、モリア。やっぱ森を仕切る人としてやっぱモリアということで。こいつは攻撃力上がるからゴリラ。ここにじゃあベッド置きます。えい、作って、パル。そうか、夜あいつら働かないのか。
ね、ちょズッパには一緒に寝ようよ、そんな外で寝ないで。ちょめっちゃ可愛いな、このゲームめっちゃ可愛いんだけど、やばい、めっちゃいや楽しい楽しくない置いといて、可愛い、とにかく可愛いんだこのゲームは。できた、ベッド寝ます。え、屋根、え、屋根は聞いてないって。いやーねー、ちょっと待って、みんな地獄の詳細、特別なボス施設に近づすぎるためこの付近には建築できませんっていう、まさかの今教えてくれんの、なにそれ、もうちょっと早く教えてよ。どうする、ここに作れないじゃん、じゃあ結局この家を。え、壊すの気持ち、あ、ちょ待って待って待って、まずいまずいまずい、考えなしに解体しちゃった。アイテム、そうこうなるよね、分かってたんだよ分かってたんだよ、こうなるって。え、何、なんかレアモンスターみたいにいる、ネムラム欲しい。俺はこの後に及んでこんな限定的状況なのに、俺はお前と戦いたいと思ってる。ネムラム、お前は何者なんだ一体、教えてくれないか。え、なんか俺の、え、まとわりつかれてんだけど、待って、あと一発当てたら倒しちゃう、どうしたらこいつまとわりつくのやめれる、ねえ。あ、やめてくれた。え、どっか行ったんだけど、え、ネムラム消えた、何それ、ここいいでしょ絶対、ここに、ちょっとあれだな、町おこし日和やな、起こしてく。じゃあ土台をここに、行きますよ、さっきみたいなミスは犯さない、もうちゃんと今回は壁が全方向につけられるのを確認済み、 OK、 全部いけると。もう部屋の真ん中にしよう、パルボックス作れ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 。え、なにあいつ、ルナティ新しいやつだ、捕まえたい、ルナティ捕まえたいよ。でここで、え、待って、俺の激レアツッパにはいないんだけど、あれ